高級圧し9月28日から1973年11月24日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大将。京都府北桑田軍関木村出身。農業、高級力の4、男として生まれる。大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年3月陸軍士官学校を卒業、翌月。 不評少尉年間。不評第38連隊付陸士生徒隊付などを経て、1917年11月、陸軍大学校を卒業した。関東都督府付第3師団参謀、第5師団参謀、参謀本部員、欧州市長、関東軍司令部付第4師団参謀長などを歴任。1934年3月、陸軍少将に進級。 参謀本部第三部長を経て1935年8月に陸軍省人事局長に就任。翌1936年の2.26事件勃発を受けて寺内俊一陸省のもと、その後の祝軍人事にあたる。1937年3月には同軍務局長に転ずる。同年7月の品事編にあたっては、 いわゆる不拡大派に属したが、将来をまとめることはできず紛糾を招いた。同年8月、陸軍中将に進む。その後は、第26師団長、第4軍司令官、南品方面軍司令官、品派県軍総参謀長を歴任。1942年8月、陸軍大将に進む。中部軍司令官を経て、1944年2月、 軍事参議官県参謀次長に就任。口述のように、東条秀樹首相兼陸将が国務と統帥の一元化を図り、参謀総長を兼任した際に、陸士同期で幼年学校以来の友である高級を第一次長に起用したものである。東条の信頼を受け参謀本部の日常業務を切り回した。参謀次長就任時にはすでに陸軍大将であったが、 この事例は陸海軍を通じて極めて異例である。東条首相権リ区クが新たに参謀総長を兼任した、これまた異例の時期に実現した次長二人制の中での対象次長であった。1944年7月、サイパン疾患によって当角運動が勢いを増すと、東条は重臣らの求めに応じ参謀総長兼任を中止して内閣の延命を図る。 自身の身代わりとして高級に参謀総長を譲るため内装まで進むが昭和天皇に危惧され富永教授、服部拓志郎ら勝負側近からも異論が出て結局は梅津義次郎が参謀総長となった。また東場が退陣して小磯内閣が発足する際に新陸将の候補に名前が挙がったが小磯国明と共に対面を受けた。 会場候補の与内光つが、そんな、登場の身代わりみたいなのが新陸省なら、僕は辞めると言ったため幻に終わった。同年3月には、航空総監、航空本部長を兼ねる。同年7月の登場退陣後は、第三方面軍司令官となり、在任中に終戦を、法典で迎えた。永久に指名され、シベリアを経て、1956年12月に、 復員した。1963年から1968年まで日本共有連盟会長の職にあった。終戦後に大ヒットした NHK の連続ラジオ番組君の名はの主人公のアあと宮は原作者の菊田和夫が高級家の前を通りかかった際に表札を見てその姓の利用を思いつき許可を得て使用したという。ありがとうございます。